はい、今日はですね、双子ヒゲトカゲの、ペアがね、赤ちゃんを産んでいたんで、赤ちゃんじゃないな、卵を産んでたんで、絶賛産卵中ですか。あ、出た。それをあの飼育容器に入れて、保温していきたいなと思います。こちらですね、もうだいぶ前から産みそうだなってことで、土を引いて入れてるんですけど、かなり産まれてますね。絶賛産卵中ですか。あ、出た。今まさに出た。こっちにオスもまだ入ってるんですね。赤玉土にですね、これでやります。で、設定の温度はまあ、28度でいきますかね。今卵を産み始めてからまあ2時間くらい経ったかな。もう数えきれないほどありますね。20個ぐらいあるのかもしれないですね、見た感じ。だいぶお腹も小さくなりました。もうこれで全部出てるとはちょっと限らないんで、もうちょっと放置して、様子を見ます。多分これ以上もう卵は生まれてこないと思うんで、ここらでちょっとピックアップし始めます。まだ柔らかいですね。
振り分けようかなと思います。一度に17個産んでありました。でひっくり返らないように線を引きます。これまああのね、卵にカビが生えるとあんまり近くに置きすぎるとカビが移るんで、できるだけ別々にした方がいいんですよ。大きいのと小さいのとかやっぱりありますね、卵でもね。まあレオパンの卵もそうだけど、結構サイズが違うんだね。色も全然違うしね。今ね、これ、29度の設定で入れました。ちょうどまあ、小分けにしたんでね、全部いっぱいになりましたね。だいたいまあ2ヶ月ぐらいで、2、3ヶ月で、全部孵化すると。まあ無精卵はね、途中で腐るんで捨てますけど、まあ有精卵で生まれそうなやつはね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいの間に、生まれる感じです。産卵でね、体力も使ってるし、カルシウムもだいぶ消費してるんでね、餌を多めにあげてます。産卵前って餌も食べなくなるんでね、あんまり。なさそうですね。周りぐらい小さくなりましたね。パンパンだったんですよね。それは見ますよね。お願いします。
よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。またこの、双子のベビーが生まれてきたらまたアップすると思いますので、よかったらチャンネル登録してみてください。ありがとうございました。